しかったし、めちゃくちゃ自分に響いてきたのですごく嬉しかったです。今回のヨーロッパと南米は、ヨーロッパ2回目で南米初めてだったんですけど、やっぱり収穫がすごく自分の中でも大きかったので、これを次の作品作りだったり力にして、さらに日本でのライブに活かしていきたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様です。ファイナル終わりました。本当にこのワールドツアー、スケジュールもハードだったんですが、本当にファンの皆さんのおかげで、本当にライブで疲れもぶっ飛ぶ感じで、本当に全力でライブ楽しめたと思います。このワールドツアーで、また一回り大きくなって成長したディオですね、これからもっとみんなに見せつけていきたいと思うので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。ワールドツアー、今日のジリで最後だったんですけど、ファイナルにふさわしい声で、本当にすごい盛り上がって、とても嬉しく感じました。ありがとうございました。そしてバンドが好きでライブがやりたくて、前回、ね、初で海外回ってすごい感触良かったんですけど、はい、今回はなんかそれを上回るなんか手応えがあって、動員増えてるところもあったし、特にこのワールドツアーということで南米も来てますけど、南米もすごいですね。すごいですね。男性ファンもすごい多いし、とにかくたくさんの人が集まってくれたし、そうですね。南米もヨーロッパもそうですけど、エデン歌えたりとか、それは本当に感動しましたね。まあ、ヨーロッパ回った時はやっぱり2度目っていうことで、終わりなさいっていう感じもありましたし、今回南米は本当に、待っててくれた、ね、ついに来たっていう、そうだね、男性ファンが久々にハフハフ待ちに待ってたからすごいハフハフハフして喋れなくなってる人とかね。男性がやっぱりどんどん増えてるのは、純粋にこう D というバンドをロックバンドとして捉えてくれてる人たちがどんどん増えてきてるのかなっていう、そのビジュアル系だからとかそういうんじゃなくて、純粋に音楽を愛する男性たちが増えてきてるんじゃないかなって僕は今回感じましたね、すごく、はい。年齢もすごい、年配のお父さんぐらいの男性ですね。あ、いたね。すごい多くてびっくりした。歌ってるんですよね。歌ってるね。家族で来たり、あ、そうだね、親子で来たり、嬉しい。やっぱり着てる T シャツとかメタル T シャツが着てる、そうね、やっぱり、ロックバンドが好きな、そうなんだね、来てくれてるっていうのも嬉しいです。あと、どこの会社行ってもやっぱりスタッフさんとかすごくこう、なんていうか歓迎してくれたりとか、ケータリングね、南米は日本食用意してくれたりとか、嬉しいですね、それも。はい、そして海外ツアー中ね、日本のファンは待っててくれてると思うんですけども、やっぱり日本のファンがいてくれてるからこそこの海外進出できたっていうのはあるんで、やっぱり、なんでしょう、そのエデンの合唱もそうですけど、日本のファンを手本にして歌いたいっていうふうにやっぱり海外のファンも感じてくれたりとか、ナイトシップリーのフラッグもそうですけど、やっぱこの日本で盛り上がってるからこそこう海外でもね、来てくれっていう声もね、自分たちも一緒に楽しみたいみたいな声もすごい上がってるのもあるから、
うん、やっぱり日本のファンのおかげですね、その海外進出、そして南米、初の南米もそうですけど、その地球の裏側まで、うん、一緒に育ててきたこの D というバンドが、もう世界中にこう広まってきてるっていうのはすごい嬉しいことだし、うんうん、これからもね、一緒に盛り上げていけたらいいなと思ってますね、本当に。あ、うん、で、このワールドツアー通して、この成長した D っていうのをね、もう一回この日本で、うんうん、こう表現したいと思うし、うんうん、このワールドツアーでこの得たものってすごい大きいと思うので、ね、うんうん、まあ、前回一度目に行った後も、うん、あの、うん、作品作りとかに、そうだね、活かされてます、うん、そうだね、帰った後、うん、あのツアーもね、うん、あるね、かなりアグラグにツアーになっていきそうな気もするんで、うんうん、よろしくお願いします。期待してますね、うん、待ってろよと、うん、待ってるよと、もう、うん、もう海外に影響を受けまくったヒデゾーさんもうあれこっちでのもう MC みたいな感じで言っちゃうですね待ってろちょっと待ってろよってねってね、まあ、確実にタフにはなってる、なってるね、まあ、あのちょっとやそっとの本番中のトラブルはもう関係ないけど本当にそうだね、堂々と直したっつう精神面では鍛えられたと思います、より、うん、男らしくなったそうだね、うん、見せれると思うね、うん、待ってるよっつってね、待ってるよっつってね一緒にまた盛り上げていきたいですね、そうだね、やっぱうん、なんか自分たちの音楽がこう世界中で愛されてるっていうのはすごい自信にもつながってるし、やりがいにもつながってるから、うんうん、これからもクオリティ高い作品をねどんどん作って、うん、日本でも世界中でも愛されるバンドになっていきたいですね、うん、頑張っていきましょう、はい、よろしくお願いします。求めてる私